あとは掛け布団をかけて、よし、花丸とよしこはお風呂でしたね。この布団で寝てください。今花丸の分の寝巻きも出しますので。何から何までありがとうございます、海さん。はい、どういたしまして。今夜だけで何回ありがとうを言われたか分かりませんね。何回言っても言い足りないすら。だって海さんがいなかったら丸たち本当に野宿することになったかもしれないし。そんなに気にしなくていいですよ。困った時はお互い様です。私もあなたたちを夜の街に放り出すことにならなくて安心したのですから。海さん、なんて優しいお方すら。やっぱりミューズの大黒柱は器の規模が違うすら。大黒柱だなんて、そんな、さすがに大げさすぎます。このご恩は必ずお返しします。何なりとお申し付けください。花丸、もう寝ましょう。緊急ライブや野宿の危機で疲れているんですよ。横になれば気持ちも落ち着きます。海さんを差し置いて就寝など。何でも言っていいと言うから寝ましょうと言ったのですが。掃除洗濯食事の用意、何でもやるずら。これは何か頼まないと引き下がってくれそうにありませんね。では掃除、部屋の片付けを手伝っていただけますか。もう夜遅いですから、机や本棚の周りだけを軽く。わかりました、お任せくださいずら。参考書、本棚に並べ終わりました。ありがとうございます。花丸は仕事が早いですね。助かります。普段来客があるときは事前に片付けるのですが、今回は急だったのでいろいろ出しっぱなしになってしまって。重ね重ね申し訳ないずら。あ、いや、咎める意図はないのですよ。日頃からきちんと整頓をしていなかった私が。ああ、ノートが、せっかく順番通りにまとめたのに。これってもしかして作詞の？ん？違うみたい。この文章は。ああ、違います。それは中学の頃から日々感じた心の揺らぎをしたため続けた自作の詩集などでは絶対ありませんから。海さん、安心して、誰にも言わないずら。一生丸の心の中だけに留めておくからね。留めなくて結構です。今すぐ忘れてください。